普段史召喚名根編。前回のあらすじ、トラちゃんが不思議な赤い封筒を見つけました。これ祝い事とかに使う袋じゃねえか。誰かが落としたのか。ん？猫野郎。はーい、トラちゃん。おい、手を離しやがれ。好きな子と手をつなぐとドキドキしない？おえ、なんでそんな反応するの。もうノリが悪いな。でもこれトラちゃんが拾わなくてよかった。もしかして金が欲しかったのか。うわ、引くわ。違うから。これは名根って言って、とある国の風習で使われるやつなんだよ。名根？簡単に言うと、未婚で亡くなった子供のために、せめてあの世では幸せにって添い遂げる相手を用意する結婚だよ。でその前段階として、この封筒を拾うと強制的に死者の結婚相手に選ばれちゃうの。つうことはおめえ重婚じゃねえか。俺も危なかったが。まさか。無効だよ。そもそもウーさん神様だから、神様を結婚相手に強制的に選ぶなんて罰当たりでしょ。分かってやったな。それにウーさんの相手はずっとトラちゃんだけだから。いや、遠慮します。なんで敬語。今回の話は名根編も入ってるぞ。本編では普段史召喚流のまた別の名根にまつわる事件が起こるよ。本当ヒヤヒヤしたな。皆様も赤い封筒が落ちていたらご注意ください。